初めて、ゴールデンベールワールドを参加できる、その心境はどうですか？このような大きな舞台で踊らせていただくことはすごく楽しみにしていましたし、エナジーさんの動画を私たちも踊らせていただいて、それをきっかけに知っていただいたこともあって、このエナジーさんと今回コラボして踊れることがすごく楽しみにしています。首先我们这次能够来参加这个金钟奖哦，感到非常的荣幸，而且我们这次还要跟 Energy 一起合作，所以非常的期待。好像是跟 Energy 合作。この曲のパフォーマンスは難しいと思いますか？それともなんか、特に辛いことはありますか？日々私たちは訓練をしているので、もう16回スクワットも余裕でできちゃいます。因为我们每一天都在训练，所以这个16吨对我们来讲就没什么问题。初めてエナジーさんのお兄さんたちと会った印象はどうですか？リハーサルでお会いしたんですけど、私たちにたくさん話しかけてくださったり、日本語で話しかけてくださったり、あとは私たちの動きを真似して一緒に踊ってくださいました。就是 Energy 平常他们在彩排的时候有见面，然后见到面的时候的 Energy 他们也非常的亲切，那甚至还模仿了他们的舞蹈，所以他们觉得很有趣。じゃあプライベートで例えばエナジーの顔は誰が一番かっこいいと思いますか？皆さん。皆さんも本当にダンスもすごくかっこよくて、皆さんすごくかっこいいと思います。選べないです。ただ私は日本でトロというお魚が好きなので、トロさんが少し気になります。他们说 Energy 每一个人都很帅，而且每个舞蹈都非常的帅气，所以老实说他们其实是选不出来的。但是呢，因为他个人非常喜欢吃 Toro 就是尾鱼，所以他就选 Toro。 皆さんもすごく若いですので、 Energy さんの体力とはなんかサッカーのなんかレベル違うと思いますか？エナジーさんはお兄さんたちですので、皆さん若いですから、ですからリハーサルの時になんかついていけないとかそういうのはありますか？体力的に。もうエナジーさんはめちゃめちゃパワフルな踊りと歌をのパフォーマンスをされるので、私たちも負けないぐらい力強く踊ります。我们觉得这个 Energy 呢，他们其实舞蹈都非常的帅气，而且也非常有活力哦。反而是我们觉得我们不能输他们。Energy さんの年はご存知ですか？知らないです。不知道耶。他们45。私たちは45歳になっても16回ジャンプをできるか分かりません。すごいです。实在是看不出来，我们觉得我们45岁可能没有办法跳成这个样子。リハーサルの時には、エナジーさんとなんかすごくエピソードとかそういう印象深いなことがありますか？ね、クンタさんと GU のプロモーションビデオで一緒にダンスを踊らせていただいたんですけど、本日お会いした時に一緒にこうポーズを撮ってくださったりしたので、すごくまたお会いできて嬉しかったです。
之前跟昆达有一起合作过那个广告，对，然后就是这次又在见面，然后所以又有在就是再跳一次那个广告的那个舞蹈，所以就印象很深刻。今回はゴールデンベルワールドに来て、すごく有名な司会者さん と、アーティストたちを集める場合なので、特に誰が愛したいとかそういうのはありますか？前にボビーと一緒にその彩花姐も王さん、王さんも来ますので一緒に踊らせていただいたので、また応援したいです。因为之前有一起跳过波比，所以这次 很希望能够 再一起跳。ありがとうございました。谢谢。